テザリングを設定する方法をご説明します。本製品を Wi-Fi スポットとして設定し、他の機器から Wi-Fi 経由でインターネット接続を利用できます。まずはじめに本製品で設定を行います。ホーム画面からアプリ一覧、左にスライドし設定をタップします。無線とネットワーク内にあるその他をタップします。テザリングをタップします。 Wi-Fi テザリングをタップします。注意文を確認し OK をタップします。続いて本製品に接続するための情報を設定します。ネットワークとパスワードを確認してください。ネットワークとパスワードを一覧表示するにはバックボタンを押します。パスワードを表示するにチェックを入れるとパスワードが表示されます。ネットワークとパスワードは任意で変更可能です。保存をタップします。Wi-Fi テザリングをタップしてオンにします。注意文を確認し、OK をタップします。これで本製品の設定は完了です。他の機器からこのネットワークに接続してください。